まあ、経営をしてきて、こう経営者にとって必要な3つの要素、1つは世の中の課題を認識できる能力、世の中の課題、要はこうあるべきなのがこれしかできていない、そのギャップがそのビジネスになってくる、と同時にそれが社会貢献にもなってくるということで、まず世の中の問題を把握する能力がないとこうだめかな。2つ目はそれに基づいて事業のビジョンをかけることですね。それはビジョンでもいいしドリームでも、それをやった時にどんな世界がじゃ広がるかっていうことをちゃんと描けること、そしてそれを実現する実現力があること、この3つですね。最初のテーマだけでその実現力がなければ評論家で、評論家になればいいということで、評論家は悪いというんじゃなくて評論家になればいいし、で2つ目が描ける、で2つ目しか描けない、これはコンサルタントになればいいですね。でそれを実際に自分で実現できるのが事業家なので、事業家で一番大切なのは3つ目、その3つがその順番に揃って初めて、まあ、自分がこう考えているようなパーパスが実現していけると、うん、こういうことになるんじゃないかなと思いますね。例えばデジタルで成功している会社で、デジタルだけで成功した会社ってすごく少ないと思うんですよ、まあ、例えば今も一世を風靡してきたような、まあ、例えば楽天みたいなところでも、じゃあ楽天のプラットフォームだけで大成功したのかっていうと全然そんなことなくて、最初の時は本当に焦点駆けずり回って、そして一軒一軒口説いていって、でセミナーをやってようやく入ってもらえる、この積み重ねでやってきてるわけですね。だからいいシステムを作るっていうことと泥臭い営業をやる、これ右手左手ないとですね今は勝てない。基本的には両方揃った時にやっぱり勝ち駒になるんじゃないかなという気がしてます。で、まあ、こちらの方を皆さん方ご専門にやってて、こちらいいシステムが作れたり、いいプラットフォームが作れたりすると、じゃあこっちどうするかっていうことですが、これはやっぱり相手のメリットをどれだけ作ってあげられるかじゃないかなと思います。これははっきりしていて、戦略が明確に合うかどうかということと、はい、文化が合うかどうか、この2つですね、はい、一緒にいて楽しいかどうかとか、はい、まあ、一緒に例えば音楽が楽しめるとか、まあ、一緒にスポーツが楽しめるとか、金銭感覚が似てるとか、でそういうもんですよね、その文化が似てるかどうか。でこれは企業も一緒で、何のために売るのか、何のために買うのかっていうのがまず合致してないとまずダメかなと思います、はい、その戦略が、それが一つで、もう一つはやはりビジネスパートナーとしてこうやっていくわけですから、買収されたら子会社すなわち奴隷ではないんですよね。これではうまくいきません、買収されて資本関係は上下関係にあるけども、あくまで、まあ、対等なビジネスパートナーなわけですよ。そうでないと大きな会社がまだ社員10名15名のほとんど、まあ、売り上げもないような会社をその高いお金出して買う必要がないじゃないですか。ビジネスパートナーとして新しいビジネスを構築できる、それの起爆剤になると思うから、社員10名20名のまだほとんど売り上げもないような会社を高い値段で買うわけです。そうするとビジネスパートナーとしてうまくいくっていうことがすごく大事ですね。そこでは企業文化が合うとか、それから気持ちがぴったり合うとか、経営者同士が本当にこうシェイクハンドできるとか、そういうふうなものも必要。この2つをきちっと見極めたら成功するんじゃないかなと思いますね。まずね、PMI が日本人は全世界の中で一番苦手で下手やってことを認識すべきなんです。何でもそうなんですけど、まあ、私もそうなんですけども、結局ここにこんだけ人がいても同一学歴
まあ、偏差値が40から70ぐらいまで下がったとしても、まあ、大して違いませんわ。ハーバード一番で入った人いないから。そうするとまあ学歴もほぼ同じ。そういう中ではね、やっぱし買収した企業もされた企業も、まあ俺のこと分かってくれてるよね、あうんで頑張ってよ、あうんの呼吸で頑張ってよ、で終わっちゃうんですよ。だけどそれではダメで、あの実際に考えてる以上に企業文化って違うんです。ちゃんと勝った目的をしゃべる。私はこういう目的で勝ったんですと、私はこういう目的で打ったんですと、それをまずはっきり共有化して、じゃあビジョン3年後5年後こんな風にお互いになってたらいいよねっていうビジョンを明確に決めて、それを実現するための KPI を明確にして、で KPI が実現できた時の、まあ、インセンティブ、これをきちっと決める。それをフィードバックちゃんとできるように、例えば3ヶ月に1回は報告会をやろうとか、毎月こう1回はディスカッションをしようとか、そういうことを決めてスタートすることが非常に大事なんですね。それをねやらない企業がほとんどですね。だからそれはぜひあの100日プランの中で、きちっとやっていただきたいなと思います。こう企業っていうのはフェーズフェーズで経営の仕方とか変わってくると思うんですね。当社は最初の10年目から30年目まで、30年以降、要はこれからなんですけど、まあ、昨年度30周年を迎えた。でそれで変わってきてます。まさに今はあの、まあ、エクシード30ということで、この10年間15年間、超高成長をして、まあ、時価総額も去年は1兆円までいった。そして、まあ、PR も100倍を、まあ、タッチした。でこれをさらにそれと比較にならないようなエクシードをしていこうということで、第二創業を抱えてます。で第二創業でエクシードしていくんだ。で、やっぱりその次の世代も、もう私はあと数日で、まあ、70になるので、次の世代が今度第二創業していく。その時に今度は全社員が創業者になってやっていこうということで、人材ファーストというのを今やってますし、それからそれをミッションドリブンでやっていこう、まあ、パーパスドリブンでやっていこうということで、例えば今年の、あの1月の全社員研修丸1日やるんですが、それもパーパスに関して徹底的に考えようということで、まあ、1日パーパスを考える研修をやりました。今後はまず世界ナンバーワンの企業になっていこうと思ってます。で世界ナンバーワンの M&A のブティックになっていく。もう数字でカウントできるもの、制約数と時価総額、これはデジタルにカウントできる。これは世界ナンバーワンになりました。もう昨年の段階で件数はギネスも取って証明したし、それからまあ株価はこれはもうちゃんと出ますから、まあ、1兆円超えて世界一になった。片やあと6つ、まあ、残ってるわけですが、例えば私は最高の M&A をやっていきたいと思ってるので、この仲介だけではあるいは FA だけでは最高の M&A にならないんですよね。やっぱしもっともっと企業評価をフェアにフェアバリュー出していかなければいけないということで、企業評価総合研究所を作ったし、 PMI ももっともっとやっぱりプロフェッショナルな指導をしていかなければいけないということで、 PMI コンサルタントも作ったし、会社を譲渡した人は第二の人生、それから財産の承継、これをやっていかないといけないということで、事業承継ナビゲーターを作ったり、それからもっともっと多くの人にこの M&A の素晴らしさをまあ分かってもらうために、インターネットメディアをやろうということで、ズーさんと一緒にあの、はい、ザオーナーを作ったり、これもまあ合弁で作ってるわけですが、作ったりしてます。その他にもまあファンドを作ったり、まあ、サーチファンドで若手の人材を地方に送り込もうというのをやってたり、成長戦略ファンドで J ファンというのを作ってたり、それからまあ事業承継ファンドで、まあ、あの日本プライベートエクイティっていうのを作ってたり、それから海外もまあやってる。最高の M&A を実現するためにいろんなそういうパーツを作っていって、あの M&A の総合企業になっていこうというのも一つです。
その結果顧客満足度を世界ナンバーワンにしたいっていうのも一つですし、業務品質を世界一にしたいということで、まあ、弁護士、会計士、司法書士等をもう三十数名社内で抱えてこうやっていってるというのも一つですし、まあ、そういうことを全部やり遂げた結果、社員満足度、これをナンバーワンの会社にしていきたい、まあ、合計で4つの世界一を作っていこうとしてますが、あの次のまあ第二創業に向けてやっぱりこう明確なパーパスを会社として、あるいはその部グループとして、そして個人として明確なパーパスを持ちながら本当に素晴らしい M&A を実現していく、その結果その8つの世界ナンバーワンを取ってですね、本当の意味で世界ナンバーワンの M&A 総合企業にこうなりたいと、まあ、これが夢ですね。